はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の関数の極致丸5をお送りします。で、このタイトルね、丸5までやってきました。で、今回で最後です。で、次回からは最大値最小値をやっていきます。で、最後は、まあ、大問がドンと1個あって、その中にね、小問が2問あるタイプとなっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回も、すごく有名な問題なんだけど、あのね、やり方を覚えてしまえば楽は楽です。で、一応なんでそうやって解くのかっても簡単に説明はするんですが、まあ、1番はやり方を覚えちゃうといいかなと思います。で、どういう問題かっていうと、次の条件を満たすような定数 A の値の範囲をそれぞれ求めようです。まあ、A が入ってるんでね、その範囲を求めに行きます。で、1番はこの FX、これ両方3次関数なんだけど、3次関数が常に単調に増加するんです。で、こっち2番は極値を持つというタイプの問題。いいね。で、これをやっていくんですが、もうやり方を先に言っちゃいます。まず、まあ、これ常に単調に減少でも構わないんですけど、常に単調、まあ、こうね、あの、3乗のところの係数がプラスなので、まあ、単調に増加するって考えますが、この時、まず、微分してください。f'x。で、やっていくと、3x の2乗でしょ？で、プラス、2ax プラス3となります。で、微分した後にあることをやります。で、何やるかっていうと、これ3次関数の時の解き方なので、まあ、3次関数だから微分したら2次関数になるでしょ。1個次数が下がるからね。で、これの判別式で勝負します。判別式です。だつまり D だね。ただ今回、X のところの係数が半分にできるので、まあ、4分の D でいきます。というか、絶対半分にできるんだけどね。で、なぜかっていうと、2乗のところで2が出てくるから、絶対ね、2を半分にできるんだよね、そこ。だから4分の D で考えるんですけど、で、単調に増加する。つまり、まあ、極値を持たないときなんだけど、これは、4分の D が小なりイコール0。これを解けばもう終わりです。いいね、極値を持たないとき、単調に増加するときだね。これを解いてください。で、あとはこれ解くだけなので、B の半分 A の2乗だから B' の2乗マイナス AC だからマイナス9個で一応やると A マイナス3小なりイコール0こっち向きになってるので A を挟むようにして答えがねマイナス3と3なのでこれで終了となります。で、先に2番もやっちゃいますね、このままね。で、2番に関しては同じように3次関数。こいつが極値を持ちます、今度。極値を持つと。で、同じようにまず微分する。f'x ね。そうすると、3x2 乗プラス 6ax で、ここ x が外れるから、3括弧 a プラス2か。これで微分が OK です。で、今度は極値を持つとき、この2次関数の判別式4分の D が大なり0になります。こっちイコール入りません。これを解けば必ず答えが出てきます。で、先やっちゃおうね。これの半分が 3A、2乗するから、9A の2乗、マイナス AC なんで、マイナス3、マイナス9を配るって考えれば、9A、マイナス18か。で、大なり0。これ9で割っちゃうと楽だね。に、大なり0で、A マイナス2、A プラス1。ちょっとインクがね、ちょっと待ってね。薄くなっちゃった。で、今回こっち向きなので、答えがマイナス1と2だから、A 小なりマイナス1と、2小なり A と、まあ、前ね、やったことがある解き方ですね。これで OK となります。で、まとめておくと、あのね、まあ、こっちから合わせていくと、その3次関数があって微分をするでしょ。
で、微分をしたつまり f'x ね、こいつの4分の d が小なり0の時です。この時グラフがこういう風になります。 d で4分の d、これがイコール0の時、前ありましたけど、こうなって平らになって上がっていくやつ。でもこれ極地じゃないって言ったからね、あの時ね。そう、極地ではないんで、あれは単調に増加の仲間に入ってしまうので。で、最後2番でやったように4分の d 大なり0です。まあ、異なる2つの解を持つ時だね。で、この時にこういう風になります。いいかな。まあ、なので、まあ、こういう風に当てはめていくんだけど、まあ、楽に覚えてしまうんだったらやり方を覚えちゃうのが一番楽かなと思います、個人的にはね。で、今これあれだよ、ここのね、係数が1、正の時のことを考えているので単調に増加とかになってますけど、もちろん負になったら単調に減少っていう逆になるパターンだけなので、まあ、解き方は気にせず変わらずでやっていけます。いいかな。では今回は高校数学数2の関数の極地丸5をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回が、最初にも言ったように次最大値最小値です。で、ここまで極大値極小値っていう極値をやってきたので、まずここで極大値極小値をまずまとめてしまう、頭の中でね。で、次回からの最大値最小値とこう区別をつけて、ぜひ頭の中で整理してもらえたらと思っておりますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。